これは今日開かれた県議会の議会運営委員会で決まりました名称は広域交通ネットワーク特別委員会です東九州新幹線や法与海峡ルートの整備や経済・人的交流の促進産業・観光振興などについて調査・研究を行うとしています委員は15人で 調査期間は2027年3月までとなっています。この特別委員会は、明後日の本会議で設置を求める要求書が提出され、議決されれば今月中に発足する見通しです。県議会の特別委員会は現在、県産品の輸出や観光消費の拡大などを議論する経済活性化対策特別委員会が設置されています。